ライアンパーメーターはアメリカ合衆国のプロレスラー。ミシガン州グランドラピッツ出身。WWE にてコナーのリングネームで活動していた。フロリダ州を拠点としてラスティブ・ルックスが運営するレスリングスクールにてトレーニングを開始。2001年にてライアン・オライリーのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。デビュー後 ジェフ・ブルックスとアイリッシュコネクションなるタッグチームを結成して FSCW ドリー・ファイク・ジュニアが主催する FC に参戦2004年10月22日ティネのインパクトに出場してジェフ・ジャレットと対戦している DSW2005 年 WWE と契約を交わし入団参加団体の DSW にて活動を開始2006年6月22日 DSW ヘビー級王座を保持するデリックナイカークに挑戦して勝利し、ベルトをダッシュ。この試合をきっかけにナイカークとの交想を開始するが8月に ECW のハウスショーへと参加するとナイカークとのタッグで出場し、FBI と連戦を繰り広げた。10月に DSW へと戻ると、リングネームをラフハウス・オライリーへと変更して、 ブラッドリー J と DSW ヘビー級王座をめぐって構想を展開。12月 ECW へ昇格を果たす。同月12日にビンスマクマホンのボディーガードギミックであるエンフォーサーズの一員としてダグ・バシャムと共にボビー・ラシュリーを襲撃するが帰り討ちにアイインパクトを残せないまま DSW へ即降格となった。2007年7月 RAW とスマックダウンの ダークマッチに出場する機会を与えられたが、10月に父親の健康問題とロードに出て DSW で交際しているディーバのクリッシー・ベインと離れたくなかったことから家族を優先したいという理由でクリッシーと共に WWE に契約解除を申し入れた。ちなみに翌月11月のドラッグテスト違反者リストにはオライリーの名前が記載されている。 2013年 WWE 解雇後、2009年に NWA 加盟団体である NWA、シャーロットに参戦。2月14日、フィルシャッター、マイケル・ジューダスとスリーなる回帰派、トリオユニットを結成。3月29日、NWA シャーロット、US 初代王者決定トーナメントに出場。4月11日、決勝にてトゥルイット・フィールズと対戦するがベルト。 獲得するに至らなかった。5月30日、タッグトーナメントである、クイーンシティタッグチームクラシック2009に出場し、2回戦で、スカルクラッシャーズとの試合前に3人で襲撃を行うと、事態の収拾がつかない、大乱戦へと発展し、両チーム失格となった。FCW、NXT2010 年7月14日、WE と再契約。FCW にて、 コナー・オブライエンのリングネームで指導。12月 NXT のシーズン4にルーキーとして参加。プロはアルベルト・デル・リオ。ネズミ顔であるという理由でチーズが好きという設定だった。NXT 出場以前に WWE に所属していたがルーキーとしての扱いやアルベルトの専用リングアナウンサーであるリカルド・ロドリゲスに邪剣に扱われ。 存在が邪魔であったことにより、アルベルトに異義を唱えるとリカルドと一気打ちすることを命じられ敗北。そのまま第5位という結果に終わり、自らリングの下へと転がり消えていった。2011年3月 NXT シーズン後に今まで NXT に参加し、脱落したレスラーたちが再び NXT の頂点を目指すという名目で参戦することが決定。 プロは、ウラジミール・コズロフ。良い指定関係のストーリーが組まれ、活躍を見せたものの結果は、第4位というべき結果に終わった。再度活動の場所を、FCW に戻し、9月から、大型ユニット、ジアセンションの一員として活動。2012年、FCW と NXT が統合された、新生 NXT に移行。ジアセンションの相棒であるケネス・キャメロンと共に、 メイン戦線で活躍。ウーソズとの抗争において圧倒的な力の差を見せつけていたが、12月にキャメロンが不祥事を起こして解雇されたことでジアセンションは解散することになった。キャメロン解雇後はジアセンションのギミックのままシングルで活動。2013年、ビッグ・イーラングストンと抗争を開始。途中でコリー・グレーブスが抗争に加わり三つどもえ戦となるも、 王座挑戦権を勝ち取り、4月4日にラングストンに挑戦するが敗戦した。以降、5月よりスカッシュマッチなどで勝ち続ける中、勝利後にリック・ビクターが登場するようになり、6月5日のアレックス・ライリーとの試合で、勝利後に登場したビクターと決託し、ジアセンションを復活させた。8月より NXT タック王座を奪取することを目論み、 当時 NXT タッグ王者であったエイドリアン・ネビルコリー・グレーブスを標的とするようになり構想を開始。同月28日にバックステージにてグレーブスを襲撃して負傷させたことによりタッグ王座ダッシュへの距離を短くし9月25日のタッグ王座挑戦権をかけたタックターモイルマッチに勝利。そして10月2日の王座戦にて勝利し同王座をダッシュした。 11月より、リングネームをナーへとマイナーチェンジ。同月、フニコカマーチョと構想を開始。2014年1月8日に、NXT タック王座をかけたトルネードタックマッチによる決着戦が行い勝利し、構想は終了となった。2月27日、WWE ネットワーク開局記念に行われた、NXT 初の PPV、アラバルにて、 往年の名ックチームであるトゥークールと対戦。老化かつ変則的な戦法に翻弄されるも、終盤にはビクターがスコッティによるワームを阻止し、ホールオブマンを決めて勝利した。アラバル以降、ジョバーチームとのスカッシュマッチを続け5月29日、テイクオーバーでは、エルローカルカリストを相手に防衛戦を行い、体格差を生かした戦法で押し切って勝利した。9月9日、 メインイベントに出場。ロスマタドーレスと対戦して、ホールオブマンを決めて勝利した。同月11日、テイクオーバーフェータル4運営にて、NXT タック王座挑戦権、争奪トーナメントにて優勝した、ルチャドラゴンズと王座戦を行うが敗戦し、タック王座は陥落。また、同日に NXT デビューにおいて、マイクパフォーマンスをしたヒデオイタミに対して、 人間をつけて襲撃するも返り討ちにされた。10月2日、ビクターが、秀夫痛みとシングルマッチを行う予定であったが、入場して、リング内へ入ると同時にセコンドであるコナーと共に、秀夫襲撃。レフェリーたちが割って入るも、事態を収集することができなかった。9日には再びビクター VS、秀夫のカードが組まれて対戦するが、ドロップキックを決められ敗戦。 試合後に、コナーがヒデオの応援者である、船木を捕まえ、痛めつけることでヒデオの気を取り、ビクターが復讐。そして、ヒデオロープに挟め、船木にホールオブマンを見舞った。何度も襲撃されるヒデオはついにパートナーを呼ぶことになり、11月6日にフィンベーラーを連れて対戦。何もすることができずに敗戦した。12月11日、テイクオーバー。 r ルエボリューションにてコスチュームを変更した、ヒデオ、ボディペイントとフェイスペイントを施したベイラーに臆する場面があったが、試合では中盤までコントロールした。しかし、最終的には、ベイラーとヒデオによるダイビングフットスタンプを決められて敗戦した。同月12日、スマックダウンにて、フェイスペイントを施した姿で登場を予告する、プロモーションを行った。月日、 RAW にて、水水道を相手に WWE デビュー戦を行い、ホールオブマンを決めて勝利した。WWE2015 年1月より開催する地域を拠点とするインディーレスラーを相手に連勝を重ねる。同月5日の RAW では、リージョン・オブ・ドゥーム、デモリッションといったタッグチームを引き合いに出して、自分たちこそが本物だとアピール。最後には、 B. ージョン・オブ・ドゥームの名台詞である、o 9 w r a 19、RA、w にてプロモーション中の呂に邪魔をするかのごとく登場。王と絶戦を繰り広げるが触発された解説のジョン・ブラッドショーレイフィールドがロン・シモンズを呼び寄せてアパでリングイン。さらにバックステージより現れたニューエイジ・アウトローズにより襲撃を喰らい、ビクターはブラッドショーにより クローズラインフロムヘルを浴びせられゴーチした。同月25日の PPV、ロイヤルランブル2015にて、ニューエイジアウトローズと対戦することが発表された。同月25日、ロイヤルランブル2015にて、ニューエイジアウトローズと対戦。オールドスターでありながら万全の動きを見せる二人に、苦戦するが最後に、ビリーガンにホールオブマンを決めて勝利した。二千十六年四月。 ウェルネスポリシーに関する違反を犯し60日間の出場停止処分を受けた。ありがとうございます。